レアル・マドリードのブラジル代表 FW ビニ・ウス・ジュニオールは、チームの EU 外外国人枠、開けることになる、スペイン国籍取得に向け前進したようだ。スペイン紙、アスが9日付で伝えた。今シーズンの久保建英はダゾーンで、いつでもどこも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、現在の、マ・リーでは、ビニシウスと、DFA デルミリトン、FW、ドリゴ・ゴエスのブラジル人、選手3人が外国、枠を占める。このうちビニシウスについて、今季中に、スペイン国籍を取得できることが、込まれていた。当初の予定よりは、手続きが遅れているとも報じられていたが、ビニシウス、スペインのパスポート取得に必要となる筆、試験は、無事に通過したと報じられている。残は、口頭試験を得れば取得が認められるとことだ。EU 外外国人枠を開けることができるか、うかは、マドリーの来季のチーム構成に影響る。今季トッテナムにレンタル中のウェール、代表 FW、ガレス・ベールが復帰する、可能性も見、まれているが、ブレグジット、英国 EU 離脱の結果、して、ベールをチームに戻すためには、外国人の空きが必要となる。ベールがマドリーにレーズ放出されるとすれば、ビニシウスのスペイン国籍取得により約1枠には、ヘイニエルか、ホが復帰する、可能性があると、アスガミは見通しを示している。ブラジル人 MF のヘイニエルはうつつ、ボルシアドルトムントへ、久保建英は現在、タフェ、レンタルされている。両選手ともに、だ、若いこともあり、引き続きレンタルで経験、積む。可能性もあるとスペイン紙は予想。それも、復帰の可能性に備えて、外国人枠を開けられることには、大きな意味があると述べている。